日本百貨店協会は今年7月までの免税品の売上高が3978億円だったと発表しました。過去最高を記録した去年の年間売上高3484億円を早くも上回ったことになります。円安を背景にラグジュアリーブランドのバッグや時計、宝飾品などの高額商品が売り上げを牽引しました。また、国内の客も含めた7月の売上高は5011億円で、29ヶ月連続で増加しました。夏物衣料が好調で、セール品だけでなく正規価格の商品もよく売れたということです。